こんにちは。 JNW パーソナリティのハリントンです。今日も海外で話題となっている日本に関する出来事をご紹介していきます。現在世界の市場には各国で製造されたものが出回っています。その中には例えばドイツで製造された自動車やイギリスで製造された T セットなど各国の特徴を表したものが非常に多く、一種のブランドのような信頼感を得ているものもあります。日本の製品についてもセンスや着物といった独特な文化をもとに作られた美しい伝統工芸品だけでなく、自動車やオーディオ機器などの工業製品はその品質の高さから世界からの信頼性は高く、日本製といった売り文句がつくことによって値段が跳ね上がることも珍しくはないようです。結果としてさまざまな形で日本ブランドを利用する企業が増えています。例えば日本国内の工場で製品を作る海外企業や工場に日本人スタッフを雇い、作られたものを日本ブランドの製品として販売する企業などです。もちろん純粋に日本の製品を輸入販売する企業も多くありますが、生産地や原料、製造スタッフなどの要素で部分的に日本ブランドを取り入れ、名前を使う大義名分を得る企業も増えています。日本製というフレーズを利用すれば高価で品物を売ることができるかもしれないという点に限っては分からない話ではない方も多いのではと思います。そこで今回は中国で販売された鍋をめぐってのトラブルを海外の反応を踏まえてご紹介します。先述の通り、消費者の日本製品への信頼性は世界的に高い水準にあり、そのブランドを利用する企業も多くあります。特に中国では日本ブランドが利用されることが非常に多く、いわゆるパクリなどに関しての報道をワイドショーなどで見たことがある方も多いのではないでしょうか。今回の問題の概要は、ある製品が日本製であることを偽るために日本人の職人を捜索し、高額な鍋を販売していた企業の存在が判明したというものです。なおホームページには捜索された職人の写真が掲載されましたが、中国の俳優が演じたもので、言うまでもなくネット上で大問題となりました。日本円に直すと1万3000円から3万円の価格帯ですが、800元から1800元の値段で、日本人の職人が代々続く技術と長い伝統を受け継いで作る製品という謳い文句とともに販売され、鍋の売れ行きは順調なものだったそうです。しかし2020年12月に今回のトラブルが発覚し、鍋を購入した人への返金や賠償が進んでいないことから、中国大手メディアだけでなく台湾や香港のメディアからも再び取り上げられ、広く知られることとなりました。日本製というフレーズを使うために企業が悪質な手口を講じたことを報じられ、日本ブランドを悪用する企業が後を絶たないことを遺憾の意を織り交ぜながら憂う声や、たとえ価格が高くても日本製を選んでしまう消費者心理に理解を示す声など、さまざまな反応が寄せられました。それではこの問題に対しての海外の反応をご紹介します。メイドインジャパンの刻印だけを日本人の職人が彫った可能性もあるよね。日本のことわざで隣の芝生は青いってものがあるけど、外国そのものに憧れを抱く人が多すぎるよ。いっそ海外に移住すればいいのにね。中国人はなんで日本製品を買うのがあんなに好きなんだろうね。品質とかの話もあるけど、まずはそこから考え直す必要があるよ。連日日本にこびるような報道をしているメディアにも責任はあると思うよ。通販サイトではそれが顕著になってて、特にウェイボーはあからさまだね。警察は逮捕に動くべきだ。れっきとした詐欺だからね。この俳優が背景を理解してホームページに載っているのかどうかが気になる。もろもろ分かってるならこの人はブラックリストに載せてもいいと思う。偽物は安く作れるし、万が一バレても逮捕までいかないからね。偽物でお金を稼ごうとする人が減らないのはそういう理由だよ。あの俳優はパッと見日本人だから騙されてしまうのも少しわかるよ。企業側もそういう狙いで選んだんだろうね。
現実として日本製とかそれに近い単語が入るだけで値段が跳ね上がるもんな。でもさ、本当に日本製だったとしても鍋に1000元は俺には払えないよ。同じような話は以前からあるよ。国内に出回ってる日本製のものはほとんど中国製だね。企業によってはホームページまで日本風なんだ。全体で見れば日本製の品物を買うっていう需要を満たしつつ、中国の経済にとってはプラスになるから悪い結果にはならないのかもね。俺は絶対に詐欺には加担しないけど、悪意のある企業に騙されるくらいなら日本の生活様式への憧れを捨てるべきかもしれないね。でも中国人は日本のライフスタイルに憧れて日本製の品物にお金を出すんであって、決して鍋を買うことが主目的ってわけじゃないだろう。中国人が本当に欲しいものは鍋じゃないからね。日本製の品物を持っているっていう満足感なんだ。きっとそういう人はいくら払っても日本製の品物を買うよ。外国の商品なら間違いなく質が良いっていう考え方をしてしまうのが自信のない中国人の悲しいところかもしれないね。日本製しか買わない人も中国にはたくさんいるからね。日本製を偽装する企業がいるのも、買ってしまう人がいるのも納得できてしまうよ。信頼から生まれるのがブランドのはずなのに、中国にはブランドを利用した悪い過去が多すぎるから信頼を失うんだろうね。この類の話を聞くと言葉の力はすごいと思うよ。海外って単語が入るだけで商品は高くても買われるけど、中国って単語が入ると安くても売れないからね。商品に日本的な要素はないけど、中国製の陶器を販売する会社も日本製の陶器を販売しているよ。商品を売る側も製品に自信を持てないこともあって、商品名に日本語を使うのはよくある手口なんだ。なゆきのお茶や活力の森もそうだけど、中国ではその売り方がうまくいってしまっているのが現状だね。今回鍋を買ってしまった人のように後悔することになるかもしれないし、日本製だからといって安易に品物を買ってはいけないかも。今は日本製の鍋が流行ってるみたいだけど、僕は昔イタリア製の家具で同じような光景を見たことがある。日本製なら数千元払っても買うのはさすがにおかしいと思うよ。見栄を張りたいだけに見えるし、買ったものを使ってるかも正直怪しいね。でも本物の日本製の鍋は日本料理を作るのに最適化されてるよね。私たちが作るのは中国料理だけどどうなんだろう。日本とかドイツとか品質の高い製品を作る国の名前を語るのはネット販売ではよくあるやり口みたいだね。そういう企業の多くも製造拠点は中国に置いてるよ。実際中国製品が日本製品の質に劣ってるのは事実だよ。だから中国人が日本製品を称賛するのはある意味間違ってないと思うけど、本物を適正価格で買えない状況は打開しないといけないね。結局中国人は自分たちが作るものに自信がないから、無理やりにでも他国の文化を利用してしまうんだ。中国の人たちは愛国的だね。分かってると思うけど皮肉だよ。中国以外の国の製品が欲しくてたまらない人が、やっと製品を手に入れても結局は中国製品みたいなことが起こりうるのが怖いよ。日本人はこういう事件を見てどう思うんだろうね。俺が日本人ならきっと笑うよ。ホームページ見たけど、一生に一つだけのことをするなんて嘘が大きく書いてあって笑ったよ。中国製品を逆輸入して海外製品扱いで売り出す企業もあるよね。いかがだったでしょうか。今回は中国で起きた中国品を日本製品と偽装して販売したトラブルについてご紹介しました。日本人としては海外で日本のものが高く評価されるのは嬉しいですが、実際のものではなく名前を使うために偽装が行われたという点が非常に残念に思いました。はるか昔ですが、日本は海外の技術を手に入れるために
中国へ使いを出したことがあります。当時は中国のオリジナリティを日本が真似るといった形を取り、日本は発展していきましたが、現在は立場が逆転しているような印象さえ受けます。日本人が当時持ち帰った文化を国内で洗練させ続けた結果、こうなっているのかもしれませんし、海外で評価が高い日本の伝統工芸品の一部も元をたどれば中国にルーツがあるのかもしれません。文化や技術を悪用し利己的に動くことは一般的に良いこととして扱われることはないですが、それらの良い部分を双方が納得する形で提供し合い、相互に洗練させる形を取れば確実に双方の発展につながることでしょう。さて、海外の反応はいかがだったでしょうか。よければぜひ皆さんの意見や感想もお聞かせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。